エルジア王国がオーシア連邦およびユージア大陸内に国際停戦監視軍を駐屯させる各国に対して宣戦を布告した。宣戦布告の数秒後に開始された奇襲攻撃により大陸各地の戦力が大きなダメージを受けている。現在ユージア大陸にはエルジアに同調する勢力も現れている。大陸の大半はエルジアと同調勢力によって制圧され、我々は大陸東部に追い込まれつつある。また各国が協力し建設した軌道エレベーターがエルジア軍に占領された。軌道エレベーターは前の戦争の和平の象徴であるとともに、ユージアにおけるエネルギー問題の解決にも大きく貢献するものでもある。これを手中に収める者は大陸全体への影響力を持つことになる。我々はこのような目論みを見過ごすことはできない。フォートグレイス統基地飛行隊は軌道エレベーター奪還任務部隊の戦闘序列に入り、先遣隊として出撃する。第一にスコフィールド高原を東へ進撃する敵部隊を攻撃、味方地上部隊反撃への妨げを排除する。敵は対空レーダー搭載車両複数を街道沿いに配備し警戒している。これを破壊せよ。今のところ脅威度は低いと考えられる。しかしこちらの航空攻撃により敵も航空部隊を増援することを予想しなくてはならない。その場合速やかにそれを撃退し航空優勢を確立せよ。速やかに出撃せよ。車両は始末したが、現役が撤退しない。すべて片付けるんだ。
引き続き作戦を続行せよ。敵の戦力は可能な限り叩くんだ。戦機を引き離してやるぜ。敵の輸送機がタクシー。それは生き返る武器じゃないだろう。注意、敵にロックオンされている。
ガー、敵機の全滅を確認。ピクチャークリア。各隊よくやった。ミッションコンプリート。 RTB。 死んだ奴はいないな。作戦は大成功だ。基地に帰るぞ。しかし墜落した敵機で民間人に被害が出た可能性があります。つべこべ言うんじゃない。これが今の戦争だ。弾を撃てば誰かが死ぬ。そっから先のことは政治屋に任せよう。今回の目標はレーダー車両だが、対空兵器や軍用車両も存在している。目標を破壊せよ。ただし HQ からは民間人、民間施設への損害は絶対に出さないよう申し付けられている。しかし撃墜された機体が民間区域へ落ちることはありえます。ゴーレムス、すべこえ言うな。これが今の戦争だ。明治隊、対空レーダー車両を確認できるか。君たちのすぐ近くにある。ああ、反撃しろ。対空射撃始め。レーダー車両を回避させろ。明治隊、車両を破壊した。はあ、始まっちまったな。トリガー、今のが戦争開始の合図だ。目標を破壊。残りあと5台。
が起きた。状況報告。ブレーキが複数出現。近いぞ。離陸。いや、何かから射出された模様。交戦せよ。敵機である可能性が高い。あの戦闘機の機影、それにこの動き、こいつら無人機じゃないのか。目がいいな、クラウン。間違いない、 UAV だ。だがやることは変わらん。多少賢いデコイのようなものだと思え。全機撃ち落とすぞ。こいつは UAV は機動性が高い。全機ハイジーターンをうまく使え。できるな。 HQ、 こちらゴーレム1、敵の戦闘機に UAV を確認。繰り返す、敵は無人機だ。ゴーレム1、その話はもういい。デッキを撃墜し帰還せよ。もういいだと。敵の背後を突く。戦局は刻一刻と変わってるということか。ああ、俺たちの知らないところでな。敵 UAV 撃墜を確認。やったな。ゴーレム隊、明治に手柄を全部持っていかれるぞ。敵の爆弾。これから敵を撃墜したやつは全員飯をおごってやる。行きたい店があります。その調子だ。あと2機。敵の範囲ももらったぞ。敵のレーダー車両を破壊し、航空優勢の獲得に成功した。これで機動エレベーター奪還任務の最初の障壁が消え去った。事後は他部隊と共同反撃作戦に向かう。機動エレベーターを奪い返そう。